中央アフリカ共和国、中央アフリカ共和国、中央アフリカ共和国、通称中央アフリカはアフリカ中央部にある国家。北東にスーダン、東に南スーダン、南にコンゴ民主共和国、南西にコンゴ共和国、西にカメルーン、北にチャドと国境を接する内陸国で首都のバンギはウバンギ川下半に位置している。 人口は550万人ほどで、独立以来クーデターが多発しており、政情は常に不安定である。その影響から、経済は低迷し続けており、後発開発途上国あるいは、失敗国家の一つにも数えられる。正式名称はフランス語で、レ・プーブレイク・セントラフリーケイン、レ・ピュブリック・サントラフリケヌ、通称セントラフリーク、サントラフリック。日本語の表記は、 中央アフリカ共和国。通称中央アフリカ。植民地時代の名称は、ウバンギシャリ、オーバングイチャリ。7世紀頃から、チャド湖周辺地域には、700年から1387年、カネムボルヌ帝国を、参照ややが拡挙していた。アラブ人の奴隷貿易におけるサブサハラ地域の主要な、奴隷供給地であったウバンギ川流をめぐって、多くのスルタン国が領有を主張した。 16世紀頃からが、サハラ中央部の覇者となり、1804年1808年の影響などから19世紀には人口流入が起こり、アザンレ族が移住してきた。フランスの植民地化が始まるまでは、各部族が主張を中心に居住していた。1885年、ベルリン会議で、ベルギー王の資料地が今後自由国となった。1887年、 フランスは、ウバンギカワウガンにベルギーとの協定で、今後植民地を建設する。さらにフランスは1889年に、全焼基地、原板木を建設し、1894年、ウバンギシャリ、1894年から1910年、が、フランス領となった。1910年より、フランス領赤道はフリカ、1910年から1958年、 と解消し、ウバンギシャリは、軍政下のチャドをその一部としたが、1916年にチャドを分離した。1958年のフランス大後、共和国憲法国民投票に賛成、フランス共同体内の自治共和国となり、国名を中央アフリカ共和国と解消。1960年8月に、フランスから独立し、ダビド・ダッコ、デビッド・ダッコが、 中央アフリカの初代大統領に就任した。1965年12月、ダッコ大統領のいとこで当時国軍の参謀総長だったジャンイコールベデル・ボカサ・チューによる軍事クーデターが起こり、ダッコ政権が転覆。1966年1月、ボカサ・チューが大統領に就任し、独裁政治を始めた。1970年10月、 ジャンイコールベデル・ボカサ大学開校。1972年に、ボカサ大統領が、終身大統領を宣言し、1976年12月、ボカサ大統領により、中央アフリカ共和国に訂正を敷くことが、決定された、中央アフリカ帝国。1977年12月4日、ボカサ大統領は、約65億円、2000万ドルという国家予算の1。 4に相当する国費を着ごむなど、税を尽くした、フランス風の戴冠式を行い中央、アフリカ帝国初代皇帝、ボカサ一世を称する。黒いナポレオン。1979年9月、ボカサ皇帝の外遊中に、フランスがクーデターを仕掛けて介入した。ボカサ政権を転覆させて、共和制を復活し、新憲法の制定や複数政党制の導入などが、 行われ、ダッコ元大統領が再就任した。1981年9月1日、アンドレ・コリンバ国軍参謀総長によるクーデターが発生し、ダッコ大統領はカメルーンに亡命した。1993年の選挙で、コリンバ参謀総長は落選し、アンジュ・フェリクス・パタセが大統領に就任した。しかし、国内の混乱は収まらず、 騒乱状態となり、1998年には、国際連合中央アフリカ共和国、密信、ミナーキャットによる多国籍軍の駐留が行われた。2003年、チャドのイドリスデビ大統領やミナーキャットの支援を受けた、フランソワ・ボジゼが、パタセ大統領が、国外にいる間に、権力の掌握に成功して大統領に就任した。2004年から2007年、 2012年12月、反政府武装勢力、c p s k c p j p u フドアの連合体で、あるセルカが北部及び東部の広域を掌握していった。翌年3月には、1月の和平合意を履行しなかったとして、ボジゼ政権への攻撃を再し、24カ所との番議を制圧した。ボジゼ大統領は、隣国コンゴ民主共和国へと脱出し、 中央アフリカの急走四国であるフランスは、バンギ空港を確保した。セレカの主導者、ミシェル・ジョトディアが自ら暫定大統領に就任、軍事独裁、軍事政権し、3年後の選挙まで首相が政権を担うことになった。だが、アフリカ連合は、セレカによる首都制圧を非難、加盟国に対し、結束した断固たる行動を求めた。4月、ジョトディアは、 アフリカ連合の要求を受け入れ、暫定評議会を設置。他に候補者がいない中で、暫定評議会から大統領に選出された。8月、宣誓式が行われ正式に、ジョトディアが大統領に就任した。ジョトディア大統領は、中央アフリカの歴史上初めてのイスラム教徒の大統領であった。2013年9月には、ジョトディア大統領により、 セレカの解散が行われたが、単に非合法化されただけで、武装組織そのものは温存された。一般市民への弾圧や、新たに登場したキリスト教系武装組織、アンチバラカなどとの抗争は続き、次第に、国内は無政府状態に近い状況に陥った。首都の番ギでも、イスラム教とキリスト教の対立が激化していった。数百人規模の死者が出る状態となったため、 2013年の後半には、旧宗主国のフランスやアフリカ連合の治安維持を目的とした県軍の軍事介入を受けた。2014年1月10日、混乱を収集するために、ジョトディア大統領とチャンガイ首相が辞任した。2014年2月には、評議会内の選挙により、カトリーヌ・サンバイコール・パンザが大統に選出され、キリスト教徒の立場から国内融和に乗り出した。 2014年2月、国際刑事裁判所 ICC の検察官が政治的な混乱の中で行われた人道に対する罪の予備調査を開始、同年4月10日、国連安全保障理事会は中央アフリカにおいて国外から派遣軍を倍増させる1万1800人規模の平和維持活動部隊 PKO を発足させる決議案を全会一致で採択。 フランス軍に事実上の指揮権を与えた。中央アフリカは共和制、大統領制を取る立憲国家である。現行憲法は2004年12月5日に制定され、同月27日より施行されたもの。国家元首である大統領は国民の直接選挙により選出され任期は5年。参戦は禁止されている。首相は総選挙の結果に基づき、 国民議会が選出する。内閣に相当するものとして、閣僚を評議会が設置されている。議会は一員制で、正式名称は国民議会。定数109議席で、国民議会議員は直接選挙で選出され、任期は5年である。主要政党としては、ポジゼ元大統領政権の事実上の与党である、国民集合区はなくは、KNK。 ポジゼ自身は、党員ではなく無所属、パタセゼン大統領の所属する中央アフリカ人民、解放運動、MLPC、コリンバ元大統領が率いる中央、アフリカ民主連合、RDC の3党が挙げられる。他には、社会民主党、PSD、新法愛国戦線、FPP、ADP、新進歩同盟、NDP といった、小政党がある。 反政府武装勢力として、エイプドがあり、主に北部を拠点に活動している。最高司法機関は最高裁判所、クアサプレムである。憲法裁判所も存在する。2013年3月、セレカの首都侵攻により初めて、イスラム政権が誕生した。同年中に2004年に制定された憲法は、廃止され、2015年まで有効とする、暫定憲法が交付された。 議会も解散し、新たな議会として、暫定評議会、ついで国民移行評議会、135議席が設置された。評議会は大統領を選出する機能を有しており、2014年2月には、海外の選挙により、サンバイコールパンザを C 大統領として選出している。2015年12月から2016年3月に、かけて大統領選挙と、 国民議会選挙を実施し、現在のトゥアデラ大統領が就任した。中央アフリカは14の行政州と2つの経済州、そして州に属さない首との番議がある。また州はさらに71の地区、市長に分けられる。中央アフリカの14の行政州は以下の通り。また、2つの経済州は7グリビジ州、7グリービジーと3ガムバイレ州。 ソングハームバナーである。主要な都市はバンギ首都があり、人口10万人以上の都市は貧乏がある。国土面積約62、3000平方キロメートルはアメリカ・テキサス州よりあや小さい。大部分が海抜500メートルの平坦地で北部にはボンゴ山地がそびえ立つ。中部から北部にはサバンナが広がり、南部に全土の8%程度の熱帯雨林がある。 北部と南部には川、ウバンギ川、シャリ川が流れており、植民地時代の名称の由来となっている赤道に近いため熱気候を示す。北部は熱く乾いた春末端風が吹き砂漠くを進める。反乱芸やサバンナを含むマノボイコール、グンダサンフローリス国立公園は、ユネスコの世界遺産に登録されている。第一次産業が主、プランテーション的なモノカルチャーであり、 メ花やコーヒーを輸出している。ダイヤモンドやウラン、金などの鉱山資源も産出し、同様に輸出している。主要な輸出先は、ベルギー、中国、モロッコ、コンゴ民主共和国、輸入先は、オランダ、韓国、フランス、カメルーン、2010年である。しかし内陸国であるため資源の輸送費は高くつき、ウラン利権も関係した、正常不安が度重なっている。 また経済も大きな打撃をこむり低迷が続いていて、人口の9割は1日2ドル以下で生活している状況である。住民は、を話す民族が中心である。主な民族は、33%、27%、13%、10%、無ブーム族、7%、無馬家族、4%、4%、その他、2%である。言語は、 公用語がフランス語である。日常生活では、フランス語とのが混交して形成された、サン語語というクレオール言語が事実上の共通語となっている。宗教は、伝統的宗教が24%、プロテスタントが25%、ローマカトリックが25%、イスラム教が15%、その他が11%である。中央アフリカ国内には、 ユネスコの世界遺産リストに登録された自然遺産が2件存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。